Y&T はアメリカ合衆国出身のハードロックバンド、バンヘイレンらと並び、米西海岸におけるアメリカン HR、HMK バンドの先駆者として知られる。フランス・レスム公園1972年頃からオークランドで活動を始め、1974年にバンド名、イエスタデイ&トゥデイとして正式に発足。オリジナルメンバーはデーブ・メニケッティ、ジョイ・アルビス、フィル・ケネモア、レオナード・ヘイズの4人。バンド名はビートルズのアルバム、イエスタデイ&トゥデイに由来する。1976年にアルバム、イエスタデイ&トゥデイでデビュー。1978年には、セカンドアルバム、ストラックダウンをリリース。1981年、レーベル移籍を機に、バンド名を Y&T に変更。サードアルバム、アースシェイカーで、ハードロックファンに広く認知される。以降、フォースアルバム、ブラックタイガー、フィフスアルバム、ミーンストリーク、シックススアルバム、インロックウィトラスト、セブン。中でも、インロックウィトラストは、全米46位、全英33位を記録し、45万枚を売り上げた。1986年に、ヘイズが、ルックスが悪いという理不尽な理由で解雇され、ジミー・デグラッソに交代。翌1987年には、ゲフィンレコードに移籍、LA メタルの影響が強い、コンテージャスをリリース。さらに1989年には、ジョイ・アルビスが脱退し、サイドギタリストが、ステフ・バーンズに交代している。1990年に、10をリリース後、解散を発表。1990年12月31日のライブを最後に解散するが、1995年に解散時と同じデーブ・メニケッティ、ステフ・バーンズ、フィル・ケネモア、ジミー・デグラッソの4人で再結成。1997年までに2枚のアルバムを発表した。デグラッソは1998年に脱退し、メガデスに加入、実質上再解散状態になる。2001年にはオリジナルドラマーのレオナード・ヘイズが復帰したラインナップで再々結成。その後、ステフ・バーンズはヒューイ・ルイス&ザ・ニュースに移籍し、後任にはジョン・ナイマンが加入した。また、ヘイズは2006年に離脱し、後任ドラマーとしてマイク・バンダーヒュールが加入している。晩年のフィル・ケネモア2010年には、デーブ・メニケッティ、フィル・ケネモア、ジョン・ナイマン、マイク・バンダーヒュールというラインナップによる13年振りの12スアルバム、フェイスメルターを発表。しかし同年、オリジナルメンバーの一人であるケネモアが、肺がんと診断されたため、ブラッド・ラングが、代役のベーシストとして加入。病状が悪化したケネモアは、翌2011年1月7日に57歳で死去。それに伴いラングが正式メンバーに昇格。2016年、ラングからアーロン・レイに交代。同年9月11日、オリジナルドラマレオナード・ヘイズが肺疾患のため、カリフォルニア州の自宅で死去。享年61歳。2017年3月、オリジナルギタリストジョイ・アルビスが潰瘍性結腸炎の合併症で死去。享年63歳。これで残るオリジナルメンバーはデーブ・メニケッティだけとなった。レスポールを弾くメニケッティ。デーブ・メニケッティはデビュー当時からギブソンレスポールモデルを使用している。彼の愛機は1968年製のサンバースト仕様でボディトップには全く木目が出ていない。現在では逆に珍しい個体である。その他、カスタムショップ製のフェンダーストラトキャスター、同じくエリック・クラプトンモデル、クレーマー社のバレッタなどを使用している。かつては、ヤマハ SG もステージで使用していた。イエスタデイ&トゥデイ、編集 Y&T、編集ありがとうございます。